まずこのゲームを全力でみんなの力で取っていきましょう。最後イエーイ。昨日もいい形で勝ってたんで、今日も、全員で一致団結して勝利に向かって頑張っていきましょう。よろしくお願いします。さよう。試合前にやっぱこうワンクッションなんか和やかなムードがあるとチーム全体でもリラックスするし、あえて気持ちをリラックスさせていくことによって初回の1球目からみんながこうスパッと、こんな全力でやる声出しなかなかない、どこにもないと思います。こんな声出し僕はいいと思います。ここでなんかあれですよね、みんな一つになれるじゃないですか。これが結局僕は10連敗したじゃないですか。あの連敗してる時にこれがなかったらもっと多分負けてたと思うし、勝ってる時もこれだから基本モチベーション変わってないじゃないですか、1年間だから。僕はすごくいいと思うんですよ。おお、よっしゃ言うてるやん。ピッチャーググってる。初めて見ました。声出してるの。めっちゃ面白かった今の。あのめちゃめちゃ声出し頑張ってたんで、ピッチャーググってるで。昨日は先制されたにもかかわらず見事な逆転勝利だったと思います。これで先制されても。先制しても先制されても勝つってことが証明されました。このまま連勝を伸ばして1位飲み込んでやりましょう。最高。ピッチャーググってる。よっしゃー、やったー。僕は長崎飯食ったりしてるんで準備したりして、そしたらミッシー来てって言って、佐野ちょっと見して見してって感じです。見してくれですね。これはもう宮崎さんですね。結構面白かったですね。面白かった、面白かったです。覚えてますこれ。結構覚えてます。サノスの持ってるスペック僕ずっとね、ロッカールームでもあの試合のエンジンの時もそうだけど見てるんで、サノスの能力高いんですよね。僕は佐野のピッチャーググってるが一番かなと思います。ああいうギャグをやるとやっぱり面白くなかったらやっぱグダるんですけど、やっぱしっかり笑いを取ってくれますし、それでみんなも元気が出るっていうか、それでもっと勢いがつくと思うんで、それが理由です。はい。こいつ上手。後輩が先輩いじれるっていう、まあ、チームの雰囲気の良さが出てるのかなと。あいつはすごいね、ずるい。特徴を真似できるのずるいよ。おっと、おい、なんでお前もここにいるんだ。上茶谷かな。上茶谷面白いっすよ。ジャックの滑らかさ。ダメっすか？めっちゃ笑ってる。ダメっすか？めっちゃ
そう言わないでイエスありがてぇ。やっせじゃあ、誇張しすぎた今なんか準備です。すごいな、あいつ盛り上がっとるよこれ何回見ても面白いですよ、いつのモノマネマジうまいですからね、ほんとほんまこいつ特徴つかんのめっちゃうまくて、いろんな選手できるんですよ。めっちゃおもろいですよ。前ちょっと先輩を舐めてる感じとかもいい感じですか。うん、完全舐めてますけど、いい舐め方してますね。ジャック担当でベンチ入ってるみたいな感じでしたね、本当にいや、これ面白いこれだわ、もう斉藤、開花宣言で私のプロに入ってからの苦悩と、そしてこれから花を咲かしたい、開花したいということを体を使って表現します発芽昨年プロに入り、肘を怪我し離脱、なのになぜか肩を手術もう一度言います、肘を痛めて肩を手術生きたの困難を乗り越え、今日穴を探せます、開花宣言これ一本できました。いや、斉藤のはもういつも見てるんで別に何とも思わないです。アホっす、ただのアホの中の天才じゃないですか。こういうキャラがおるからやっぱね、チーム明るくなると思うんで。でなぜか、はい、ピッチャーなのに野手のミーティングの声出しに出るっていうのがまあ面白いですよね。斉藤もそのためだけに呼ばれてるっていう。なんかみんなのこういいけど、やっぱりインパクトがでかいわ。あいつどこ手術したんでしたっけ。肘を怪我して肩を手術。ああ。それを1回だったら多分分からへんから、2回言った方が絶対みんな分かりやすいからっつって、それ絶対2回言った方がいいぜって言ったのもまんまとみんな爆笑。オーケーさん、山本さんのおかげだ。いや、分かんないけど。しかもこの1回だけですかね、こいつ決まったの。あ、そう。それ以外全部ダダ滑り。確かに、この後から何もなかったもんね。確かに。これだけあったもん。上がってきてた。これしか考えてない。単純に、まあ、勢い、根性と勢いだけ、さすがなんですこれやばいな結構、試合前にこういうこと考えるのってしんどいっすよ。僕は、クワのファイアーゴ関節が1位ですね。レギュラーシーズンの残り10試合となりました。ここまで来たらもう悔いなく、ワンプレーワンプレーに、みんなそれぞれが気持ち入れてやるだけだと思うんで、今日まず今日の試合勝てるように、みんなベスト尽くして頑張っていきましょう。シュバー！うおー！ファイヤーと関節！ゴーという気合いでいきましょう今日は。いいですか？ファイヤーと関節。おー！ファイヤー健康骨！クワはもう完全勢いですよね。で決まらない。ファイヤー股関節って何？ファイヤー股関節。肩甲骨の方が面白かったですね。クワはいつもパワープレイですよ。ただ、はい、僕クワは滑り芸だと思ってるんで。個人的になんですけど、このクワのパワー、まあ通称これパワープレイっていう、はい、僕は命名してるんですけど。好きで、パワープレイは要はよくわからない言葉の羅列によって相手をこうラリアットしていくっていう、本当にもうプロレスみたいな技なので。ファイヤー股関節、意味はない。いや、意味ないんですよ。けどやっぱパワーすごいじゃないですか。このファイヤーと股関節を掛け合わせたら何が生まれるんだろうっていう、この桑原のこの僕はできないやつですね。これ羨ましいんですよね、このパワープレイ。
できる人は。回数多いくせに毎回笑わせるっていうのはすごいですね。まあいいんじゃないですか。間がうまいっすよね、こういう人ね。うまい。すごいですね。なんか空気感もいいっすもんね。いつも面白いっすよ。いつもやってくれそうな雰囲気出てるじゃないですか。ちゃんと何が笑いになるかっていうのをこうちゃんと探ってるのは僕の好きな部分なので。1位決めるなら結構難しい。おひたしかな。はい、おひたし。おひたし、おひたし、おひたしが結構面白かったっす。おひたし。お疲れ様です。お疲れ様です。佐野選手、はい、この度2019年度選手が選ぶ声出しナンバーワンに選ばれました。おめでとうございます。ありがとうございます。何ですかこれ。はい、今のお気持ちは。いやいや、え、びっくりしますね。何ですかこれ、初めて見ましたよ。読んでいただいていいですか。2019ボイスリーダー、今日も、死に物狂いで先制して絶対に勝ちましょう。最後むかしむかしあるところにほうれん草がありました。おばあちゃんが 2,3 分茹でみりん、だし、醤油で味付けをして最後に鰹節をまぶしましたとさ。おひたし、おひたし。手応え。おひたし、おひたし、はい、その瞬間覚えてらっしゃいますか。まあ覚えてますね、はい、みんなのそうですね、笑いをかっさらってリラックスモードにした声出しのことですよね、はい。あの声出しにはどんな意味を込めて、佐野選手は。いや、もう僕が声出しするってなったらやっぱりみんな、そうですね、何かを待ってると思うんで、みんなの期待に応えたいなっていう一心で、はい、声出しにこう何か力を入れてることっていうか意識していることっていうのは。笑顔になると口角の筋肉とかも一回緩んだりとか、目も細くなって、でそれが目の筋肉も緩んだりっていうのがすごい効果的っていうのが聞いたことあったんで、やっぱ何か一笑い起こしてやりたいなと前日から、はい、仕込みをして挑みます。それはもうやはり、まあ、全て、まあ、勝負チームのためっていうことですね。もちろん、はい、それがちょっとでも勝ちにつながればと思ってやってます。おひたし、おひたしってパクリなんですか。パクリってパクリって言ったらまあ言い方悪いですけどね、まあ、まあ何かしらを参考にはさせてもらってますけど、まあそのなんかパクリ疑惑みたいなのはつけられてもね、こっちもいや頑張ってやってるからなんで。まあ来年の、試合前の声出しすることがあれば、まあビシッと締めてみんなを鼓舞しておふざけなしで行きたいと思います。なんで来年のこのショーからちょっと遠ざかってしまうかもしれませんが、応援よろしくお願いします。最後に一つ何か欲しがる、何かいただけませんか。何ですか。いや、それは無理。それは無理っす。それは絶対に無理だって仕込んでないです前日から。